鉄12計客車ふれあい道の区ふれあい道の区は、日本国有鉄道、東日本旅客鉄道が1986年から2002年まで保有していた鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。東北本線を走る、ふれあい道の区ふれあい道の区国鉄盛岡鉄道管理局では、多様化する旅客の希望に対応するために、 既存の客車を改造した和式客車を投入し、増収を図ることとなった。12系客車が種車とされた。展望車はスロフ12系800番台、中間車はオロ12系800番台となっている。土崎工場で3両、氷山工場で3両、軽6両が改造された。各車の愛称は東北地方の地名、継承地を由来としている。 全車両がグリーン車扱いである。1.24号車の車内は明るい和風の室内、3.56号車は落ち着いた和風の室内とした。車外デザインは部内職員からの公募によるものである。サービス設備の新設増加により各社の消費電力が増加したため床下にサービス電源トランスが増設されている。増設された配電盤は天井 インターホンやビデオ回路の引き通しのため、電源回路、制御回路引き通しの反対側のジャンパ連結器を利用している。編成を組んだ場合の2から5号車として使用される。前くらい側出入り台を塞いだ上、輸茶器、ゴミ箱、戸棚が設置された。同時に、前くらい、側デッキと客室間の引き戸も撤去され、天井陰室、玄関開き戸、床の間が設置された。 客室部分は24畳の総派値上げ式で、スタイロ畳が用いられている。客室の後くらい側にはステージが設けられ、物置棚や冷蔵ショーケースがある部位との仕切りとなっている。仕切りには、玄関開き戸が設けられている。既存の後くらい側のデッキとの仕切り戸は、和風の引き戸に交換された。スハフ12系の前くらい側の車体を台枠を残して、撤去の後に、 前頭部を設けたもので、展望部と客室は床の間で仕切られている。客室部分は中間車と同一仕様となっている。展望室部分の窓はすべて固定式となり、前頭部の窓は長房を考慮して大型化されている。洋風展望車、編集編成を組んだ場合、1号車として使用される。座敷部分は12畳の総派値上げ式で、スタイロ畳が用いられている。 展望部分は、絨毯、ソファ、シャンデリアなどが設置された洋風となっている。自動販売機が設置されている。和風展望車、編集編成を組んだ場合、6号車として使用される。座敷部分は12畳の総派値上げ式で、スタイロ畳が用いられている。展望部分には、ロバタ、いろが設置され、天井の格子とともに、和風の落ち着いた雰囲気を演出している。 1986年8月23日、製鉄お座敷列車デビュー初乗り常版ハワイの旅による団体臨時列車で運行を開始した。国鉄分割民営化により JR 東日本が承継した。2002年5月にさよなら運転として臨時休行、赤別ふれあい未知の区に使用されたのを最後に、同年11月に廃車となった。ありがとうございます。